では、例えばレース展望。今日の解説は、放置新聞の内尾敦さんです。<あ>内尾さん、よろしくお願いします。ます進行、私、吉田が務めさせていただきます。さあ、今月もいよいよ終わりの週を迎えましたですね。はいえー、火曜、水曜、木曜。二十四、二十五、二十六、この三日間で。 そのだけ言えば5月のシリーズがすべて終わるとこういうことになるわけなんですけれども今日はですね24日火曜日に行われるこの日は12レース生まれているんですねえそのうちのメインレース11レースと準メインの10レースこの2つの解説をお願いしたいと思いますそれではまず最初に11レースひまわりの里左用町おさよん特別 ここれは B2 クラスの14メートルレースこの 1400m ーーメンバーですご覧いただいておりますように12頭フルゲートのレースなんですけどもこれ内尾さんどうでした様子をつけられる側としては非常に難しいメンバーですねまあどの馬もいいところもあるんですがちょっと足りないかなというところもあってあの本命をどの馬にするか最後まで迷いましたねこのレースは迷われました、はい、例えばですね前回の 1>, 1着馬が3番のアズル・インド 2>,、はい、2着馬が11番の英雄・ビリーブ、はい、ということで言えばこの12着でいいんじゃないかと普通は簡単に思ってしまいますよねまあそうですけど他にもあの前走でいいレースをした馬がおったりしますから、はい、なかなか一筋縄ではいかないわけなんですよ <laughs> なるほど、はい、で本命にされたのは印を見ていただきましょうか はい、11番の英雄ビリーブを二マ丸にされまして、前回2着ですよね、はい 1> で、1着になった3番のアズル・ウィンド、こちらが対抗と、あ対抗ですこの辺の理由をちょっと教えていただきます。 英雄ああビリーブですけど、行為をスムーズに立ち回って、直線で非常にあの力強く足を伸ばしていて、内容としてはこの馬が一番やったと思うんですよ。なるほどであの、逃げ馬にとっては有利な不良馬場で、あのまあ、その分の負けやったかなと思いまして。あ前回、そういえば不良馬場でしたもんね。はい、で、3番のアズールウィンドウにとっては、もう非常にありがたい馬,馬場状態だったと。 で明日は負担重量が57キロ、はい、1> 1キロ持つんですね。まあ、あのそ前層ほどババは悪くはならないと思いますし、金量差がある分、まああの、今回は逆転が可能じゃないのかなと思って見ています。ああそれが11番の二重丸になって、3番を対抗と、はいで、黒三角の10番、サンライズシルバーなんです。 これはいかがですかあ。はい、まあちょっと前回、あの千七百メートル引っかかるような面を見しており、あの。えっ、ー、と、現状ではちょっと距離短縮はこの馬にとってはいいかなと思いまして。うん、あの、えっ、ー、と、黒三角の評価にしました。なるほど。そして、白三角は一番の。ブレイクスルー。はい。ね、まあ、船橋からの転入初戦で、あの三尺、まあ、いい競馬してますからね。あの、うん、まあ、慣れも見込めるかなと思います。なるほど。確かに、この馬、走るな。 はい、次は狙ってみたいなという気持ちを起こさせるようなレース内容ですたよね、はい、3着ではあってもさあここでどうどういうレースをするかそうですあこれは内尾さんにとって最初おっしゃったようにちょっと厄介なレースだ難しいですはいうん中に7番の御意「魚医」 まあここ2うがいいレースしてますからね、あのまあ、長嶋棋士も先週はちょっとあの渋いところ持ってきたりとか、活躍目指しましたし、ちょっと面白いところが今回もあってもと思います。うん、なるほどということで、このレースは印はついてるけれども、その序列はなかなか難しいということなんですね。はい、では、解明をちょっと見ていただきましょうか。はい、3連単 これ11番12着固定で24通り、はい、ということになりますかちょっと網をあの広く張ってみて、うん、まあ結構まあ評価が割れてる馬が割れているメンバーなのであのえとハイドアツかなと思って網をちょっと広げたあの買い目にしてみました、うん。なるほど そう簡単にはいかないから配当そのものは結構つくから結構つくのでは取れば損はないはい取れば損はないただ取るのが難しいんですけど<ー>このレースに関しては <laughs> あそうですかはい、はい、ということで11レースのフォーカスを見ていただきました、えーまあ、簡単そうに見えて実は難しいということで11レースなんですがその1つ前の10レースが明日の準メインなんですけども、はい、この準メインの メンバーを見ていただきます。はい、これですね。これは内尾さんにとっての本命はどれなんですか？えとえー、1番のサンライズリゾートをあの本命にしました。うこれは理由は何ですかね、はい？まあ、前回はもうちょっと力出し切らずの負けじゃないのかなと思いましたまあ、これもあの不良バ場で、あのちょっとあの砂をかぶってあの繊維喪失したかなという面がありますし。うん 今回はあの、えー、と相性のいい川原騎手に戻るというのもありますしもともとこのクラスでは力強いですから、うんでまあ、先週、川原騎手、うん、木曜も5勝上げたり乗りに乗っていますし、うん、でその手綱さばきに期待したいと思っています、うん、なるほど再び川原に乗り換わったということもあって、はい、サンライルリゾート、はい、この馬の癖とかなんとかいろんなものを知っているということで、うん、これを二重丸対抗が5番のフレアリングデッド。はい ああ C1 クラスにも可視倉があって、はい、昇ああ級はあの形だけじゃないのかなと思います、もちろんスムーズに運べば、ここでも十分やれて、不思議はない馬です、うん、でこの距離では2勝して2着4回という成績があるんですよね、はい、この馬には。で、黒三角が6番のエイシン・アシュラという馬ですね。まあ先行すればしぶといですかね、この馬も。先行すれば、はい、そうですね、そういえば確かに過去において、やっぱりそういう実績がありますもんね。うんはい まあその辺のところで6番の英春アシラがどういうスタートを決めるか、はい、そしてどの位置でレースをするのか、うん、これが一つポイントになりますか。で白三角が7番の能善晴れん前走ほど馬場は悪くはならないと思うんですよ。うん、であの、まあ、下原棋士もちょっと馬場のこと気にされていましたし、うん、まあ,あのちょっと回復したいかあの今までちょっと反撃を期待と。うん 中でではなかなかかいい成績を収めてるんですよた、ねはい、だこういうちょっとこう一つ癖がありそうな馬に乗せると下原前ですからね、うんえー、そういうところで白三角が能善晴れ、はい、そして注意としては8番のクリーンチャンスなんですが、はい、まあもともと B クラスとかでも勝っているような馬ですし前走の内容が良かったですからね、うん、まあ,あの引き続きいいところがあってもと思います。 まあ前回と同じ1700メートルですしね、はい、この距離では4勝して2着1回あるんですもんね、はい、やっぱり得意の距離というのは、やっぱりあるんですよね、うん。あると思いますやっぱり、えー、ということで、全体的に見てこう、う明日のメインレース、そして準メインレース、この2つを見ていただいたわけなんですが、はい、そう簡単にはいかないんじゃないかということなんですね。 しかし、ばばの状態は、えー、それほど悪くはならないであろうという天気予報を信じて、はい、こういう印になったということなんですね、これ、5月の園田競馬3日間が終われば、ですね、はい、いよいよ6月からナイター稽古が始まりますね、はい、こうなってくるとまたお客さんとしては別の予想の考え方というものもあって。 予想つけるがとしてもちょっといやはい楽しみですねあ楽しみですか、はい、仕事が楽しいと思えるというのは羨ましいですね、うん、やはりプロなんですねはいあまあそれにしましても先週はあの3歳頻繁の重症レースの陣育はいこれはもう本当にあのコーチのまあ 鮮やかでしたねいやーもう本当にかあの佐原騎士の嬉しそうな表情とかあのやっぱり福山出身のコンビが勝ったのがやっぱり見ていて嬉しかったですね,、はあ、ねはいさあその竹馬、ご覧の日程でこの5月の最後の週3日間行われるわけですが6月に入りますといよいよお待たせいたしました、その金内、金曜日は大会競馬が行われます。でえー 5月24、25、26、この3日間がまず前半戦後半戦が6月に入って1日、2日、3日とこのように行われて6月3日の金曜日がその金内だこういうことになりますね、えー、今日は報知新聞の内尾敦志さんに解説をお願いします内尾さんありがとうございましたありた、えー、それだければいよいよ24日火曜日から開催を楽しみに